こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはハッセルブラッドのレンズ、カールザイスプラナーの 80mmCF タイプのレンズになります。ハッセルをお使いの方にはですね、定番中の定番レンズになりますね。80mm ですので、これが標準レンズということになるんですけれども、 T スターコーティングのかかった CF タイプレンズということになりますね。はい、では外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、使用感、経年感はそれほど見られずにですね、部品といって差し支えない状態かなと思いますね。こういう文字が消えたりとかですね、どっかに強くぶつけたり擦ったり、落下してですね、歪んだ跡もありませんし、塗装の劣化もほぼほぼ見えないですね。滑り止めゴムが白く、変色したりもしていません。はい。ご覧の通り、問題ない、綺麗な状態だと思いますね。でもってレンズも前玉、後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングのアクリア、摩耗などを見られずに、綺麗な状態ですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入も見えませんので、だいぶ綺麗な状態をキープしていると思っていただいて大丈夫です。はい。はい、プレビューとかもきっちり効いてますね。はい。シャッタースピード、絞りのリングの動きもですね、動きムラとか泣きとかなくて、スムーズに動いております。ミッドヘリコイドもいっぱいまで、滑らかに、一定のトルクで動いております。はい。ではですね、フロントシャッターはほとんど壊れないんですけれども、一応ですね、シャッターをチェックしていきたいと思います。まあ、定速の1秒からチェックしていきます。はい、1秒ですね。はい、安定して切れてますね。続いて2分の1秒。はい、可変してきっちり切れてますね。続いて4分の1秒です。はい、大丈夫ですね。きっちりと、定速のシャッターに粘りなどなく、きちんと可変して動いているのがお分かりいただけます。続いて60分の1秒、中速シャッターです。はい、中速もいいですね。しっかり切れております。でもって、はい、500分の1秒。はい、最後に、高速シャッターですけれども、こちらも、しっかり旬ですけれども、開いているのがお分かりいただけると思います。はい。シャッターと、この巻き上げの、シャッターチャージの連動ですね。スムーズで重くなったり、ガリガリしたりとかは、しませんね。で、ボディとも、脱着にも問題はありませんね。付属品がリアキャップと、こちらのですね、レンズ保護用の UV スカイフィルターですね。こちらをお付けいたします。でもってですね、ちょっとフロントキャップはないんですが、こちらの、ハッセル純正のですね、80mm 用のフード、こちらをお付けいたします。はい。まあ、こんな感じでお使いいただく感じになりますね。はい。ということで、はい、ハッセルブラッド用のレンズ、カールザイス、プラナーの 80mmCF タイプレンズになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。